諸葛人は主にクロアチア東部及びセルビア北部、ハンガリー南東部に住む南スラブ人の民族集団の一つであり、大部分は自身をクロアチア人と規定している。諸葛人はセルビアでは独立した民族として認定されているが、その他の国ではクロアチア人の一部とみなされている。彼らは他のクロアチア人の多くとは異なる。 独自の民族文化を持つ。ドナウ川やサバ川沿いの町に散在しており、その範囲は、スラボニア、バラニア、スレム、スリーエム、バチュカ西部にまたがる。これらの地域は今日では、クロアチア東部、セルビア北部、および、ハンガリー南東部に属している。諸葛人のこっちは、クロアチアのスラボニアおよび、スリーエム地方と考えられている。 諸葛人の起源は完全には分かっていない。中世初期にスッチーやサキュスと呼ばれる集団があり、彼らはパンノニアのイリュリア人とトラキア人を隔てていたとされる。マティア・ペタル・カタンチッチは諸葛人がトラキア人の一部族に起源を有すると考えたが、語源学に基づく現代の学説では諸葛人はオスマン帝国が ヨーロッパ領土を失いつつある時代に、ボスニアからサバ川を越えて移住してきたと考えられている。バラニャの諸葛人は、オスマン帝国がヨーロッパの領土を失いゆく18世紀に、ボスニアのスレブレニツァから集団移住したクロアチア人であると考えられている。諸葛人が、現在の居住地に移住した、正確な年代は不明であるが、 スラボニア及びボイボディナの諸葛人は、これらの地域に住むようになった最古のクロアチア人で、同じ地域に住む、その他のクロアチア人はそれよりも、新しい居住者と考えられている。諸葛人が、外来の居住者ではなく、古くからの土着の住民であるとする、民族感情は、諸葛人の間で根強い。オスマン帝国時代初期の税務記録では、1615年に、 諸葛人に関する記録が現れる。ヒジュラ歴の1024年サファルガツ9日の記録によると諸葛人はラテンの信仰を持っており宗教的にセルビア人やギリシャ人、ブラフ人とは完全に異なるとされている。カトリック教会の記録にも登場し、それによると彼らは1935年にイエロニムルチッチをボスニアおよび スラボニアの司教とするよう求めたとされる。カルロビッツ条約によって、オスマン帝国領ではなくなったジャコボでの1702年の国勢調査によると、400人から600人程度が、カトリック教徒のスラブ人、スラボニア人と答えている。後に、タディアスミチクラスはこの国勢調査を調査し、スラボニア人を呼び、諸葛人という用語を使用した。 アントゥン・カニジュリッチによると、諸葛人の語は、聖教徒がカトリック教徒のスラボニア人を指して用いるスラングで、あるとされた。オーストリア帝国の国勢調査でも多数の諸葛人が、スラボニア及びボイボディナに居住していることが記されている。1840年の調査によると、 クロアチア及びスラボニアの人口は160万5730人であり、うち77万7880人は、クロアチア人50万4179人は、セルビア人29万7747は、諸葛人とされている。諸葛人は、ポジェガ、ビロビティツァ、スレム、スリーエム、スラボニアクライナに多く見られた。 1910年の国勢調査によると、68,725人の、ブニエバツ人及び、諸葛人がバチュカに、13,012人の諸葛人が、バラニャに住んでいた。2002年のセルビア国勢調査で、ブニエバツ人、モンテネグロ人、並びに、クロアチア人を名乗る人々が多数、比較多数を占めたマ村。ソン。クロアチアとの国境に近い北西の村で、 諸葛人が多く見られる。諸葛人はクロアチア、ハンガリー及びセルビアに多く住んでおり、今日では一般に彼らは自身をクロアチア人の一部とみなしている。1991年以降のセルビアの国勢調査では諸葛人はブニエバツ人と共に独自の民族として認められている。同じ地域に住むブニエバツ人とは異なり、 諸葛人の大部分は自身をクロアチア人とみなしているが一部は国勢調査においてユーゴスラビア人と回答している。1991年のセルビアの国勢調査では1922人が自身を諸葛人と回答しておりクロアチア人との回答の数はこれを大きく上回った。同じく2002年の国勢調査では自身を 諸葛人と回答した者は少数にとどまり、その他として一括されている一方、クロアチア人との回答は7万人を超えた。諸葛人をクロアチア人と並べて独立した民族として扱う、セルビアの国勢調査について、クロアチアではこれを不自然かつ有害とする意見がある。彼らはこれについて、諸葛人がクロアチア人とは異なる古くからの民族であるとする。 神話を強化し、諸葛人を政治的神話の家中に放り込み、19世紀に多く見られたような、セルビア人とクロアチア人の対立を煽るものであるとしている一般に、諸葛人の人口及びその比率は減少しており、これは世代交代に伴って財産を分割するのを嫌って、子供を一人しか持たないようにしてきた、諸葛人の伝統によると考えられる。 こうした慣習は19世紀や20世紀でも残っており、諸葛人は次第により多くの子供を持つ周辺の他の人々に人口比率で圧倒されていった。バチュカにおいて諸葛人が多く住むのは、ソンタ、バチュキブレグ及びバチュキモノシトルといった村々である。2002年のセルビアの国勢調査では、これらの村の人々の大部分は自身を クロアチア人と回答した。ハンガリー領においては、諸葛人の大部分は、バラニアに住み、特に、モハーチに多い。クロアチア領のスラゴニア東部を呼び、スリーエム地方は、諸葛人の地を意味する、ショカディアの名で呼ばれる。ショカディアという古称は1633年、18世紀、初頭の文献や、1757年のアントゥン、カニジュリッチの著書でも見られる。 諸葛ィアの厳密な範囲は定まっておらず、諸葛人の古地を漠然と指し示すものである。セルビア・ボイボディナにある諸葛人の村、ソンタのカトリック教会制度を諸葛人は、ラテン天礼によるカトリック教会の信徒である。諸葛人の言語は、古種と方言のスラボニア方言に属する、もっぱら諸葛人の身が使う独自の方言であり、ブニエバツごとの関連が強い。 スラボニア方言には、異方言と異方言が混在しており、異方言は、ポザビナ、バラニア、バチュカ、並びに、スラボニア方言の飛び地となっているベルベンタで多く、見られ、他方で、異方言は、ポドラビナに多い。しかし、一方の方言が多い地域の中にも、他方の方言の飛び地があったり、異方言と異方言、あるいは、異方言と異方言の混合なども見られる。 ハンガリー南部のモハーチにて、冬の終わりに行われる、諸葛人の祭り、武将やラーシュ諸葛人の民族衣装諸葛人の伝統の多くはその環境に根ざしたものであり、肥沃なパンノニア平原に住み、村を取り巻く広大な畑で、麦やトウモロコシを栽培する、諸葛人の生活様式と関連している。典型的には、村には一本のメインストリートが通り、 それに沿って、住居や庭が並び、井戸が設けられている。メインストリートの両側には、水路があり、水路から各家庭に、水が供給される。各家庭ではカモやガチョウなどの課金も買われているが、食肉の最大の供給源は豚であり、諸葛人の伝統的な家屋ではほぼ必ず、飼育されている。秋には、伝統的な屠殺の祭りが行われ、ハムやソーセージ。 ベーコンなどの豚肉製品が作られる。果物ではプラムが多用され、ラキアの原料として用いられる。諸葛人は伝統的に豊かな生活を送ってきており、民族習慣への関心が高い。諸葛人の住む、どの村にも文化団体が組織され、民族歌謡、舞踊が守られている。よく知られた諸葛人の民族歌謡には、ベチャラツなどがある。 また、諸葛ュコシイエロと呼ばれる祭りが毎年も用される。諸葛人の音楽は大部分がタンブラで演奏され、諸葛文化を特徴づけるものとなっている。多数の諸葛人のタンブラ演奏団が、クロアチアで全国的な評価を得ている。タンブラの筐体は、伝統的にはカエデ、ポプラ、あるいはプラムの木で作られるが、今日のものは、頭皮やモミの木が主に用いられる。 この他の楽器としてはバグパイプが多く使われる。諸葛人の伝統的な結婚式では、多くの来客が訪れ、時に村中が加わることもある。諸葛人の衣装は、レースの装飾が施された浅地のもので、その主部を締めるのは、オプレチャクとクーリラと呼ばれるブラウスである。女性が一式の衣装を揃えて、着るのは、夏季の間だけで。 陶器には代わりに、ウールのスカートが用いられる。諸葛人の民族衣装の重要な装飾として、ドゥカティと呼ばれる黄金色のコインがある。豊かな家の娘は、多くのコインが縫い付けられた衣装をまとい、富の象徴となっていた。ありがとうございます。